今日は佐藤健についてジャーニーさんが話すみたい。私は大江戸温泉に行ってくるけどね。バイバイ。ちょ、待てよ。ちょっとユウたちに話を聞いてほしいんだけど。いいよ。映画流浪に剣心の日村剣心役の佐藤健っていうじゃない。ああ、ろくに演技もできない顔だけのクソ俳優でしょ。どうしたの？最初から敵むき出しじゃない。そんなことないよ、好きだよ、挑発顔野郎のこと。金髪豚野郎みたいに言わないで。で、その佐藤がどうかしたの？内面も外見に劣らないくらい男前なのよ。ふーん。映画撮影ではスタッフへの気遣いはスタッフ以上っていうことだよ。それならもうスタッフになればいいのにね。ハードなワイヤーアクションなんかも文句一つ言わずに黙々とこなすところなんかたまんないわよね。俳優なら当たり前じゃない。それに自分が出ている CM の商品を率先して SNS に上げたり、クライアントさんの心もわしづかみ状態だって。なんかそこまで来るとこびているようにしか見えないね。彼、謎解きが好きで謎解きゲームのためだけにオランダに行ったりするみたいよ。なんかそれ怪しいな。何が怪しいのよ。オランダは大麻合法だもんね。大麻でもやってなきゃあんな大立ち回りできるわけないって。何よ、ユーロケ見たの？うん、10回は見てるよ。Thank you.